こんにちは、のりたろうです。今回はモダンコイン投資戦略として下落トレンドの今どうするべきかというお話をしたいと思います。モダンコインは一時期の過熱ぶりから一転して、今海外市場や国内のオークションや国内の市場で下落トレンドになっています。このような時に果たしてどうするのが正解かと言いますと、まず意見としてですね、そんなの簡単だ、今こそ売ってしまってもう買わない方がいいに決まってるという意見が聞こえてきそうですが、本当にそうでしょうか。もちろん投資は自己責任なので、どうするかの判断っていうのは個人の自由なんですが、もしも今すぐ売ってしまった方がいいと思っている方がおりましたら、そういう方にこそ今日のお話は聞いていただきたい話になります。それでは分かりやすいように例え話として株式投資の場合で考えてみたいと思います。株式投資の場合、長期投資戦略というのは今のところドルコスト平均法というのが良いとされております。ドルコスト平均法を簡単に説明しますと、定期的に同じ商品を定額で買うということによって、高い相場が高い時には少なく買います。で、安い時には、多く買い増しできるので、長期的に世界経済がこう右肩上がりに成長しているので、結果的にうまくいくという投資戦略になります。で、ここでポイントなのが、高い時は少なく、安い時は多く買うということになります。コイン投資では定額で買うっていうのはなかなか難しいんですが、高い時に少なく、安い時に多く買うっていうことは可能です。ということは、今モダンコインが下落トレンドというお話をしましたが、こういう時は、安くなっているモダンコインを買い増しするというのが長期投資で考えたらベターな投資方法という見方もできるのではないでしょうか。安い時に買い、高い時に売るというのが投資の基本ですし、コイン投資の場合は、コインを持っているだけでは配当金などの、インカムゲインっていうのがないために、売買によるキャピタルゲインですね、売買の差の利益しかないので、余計に安く買って高く売るということに徹する必要があるわけです。そこでモダンコインなんてオワコンだと、葉山さんがおっしゃられてましたが、そう言われているこんな時こそ、良いコインを安く買えるチャンスですし、逆に言うと今は売るタイミングではないと思われます。私がここ数回ですね、ヘリテージオークションのモダンコインを入札していて感じたのが、おそらくそれを分かっているプロが今安くていいモダンコインを買い漁っている状態なのかと思います。というのも、モダンコインの目星いものはですね、私の浅い経験なんですけど、その中でも圧倒的に落札できない状態で、むしろ今のところモダンコインの私の、オークションの勝率は 0% と非常に低くなっています。で、やはりモダンコインが今狙い目だと思って安値で買い叩こうというプロが、結構いるんじゃないかなと思っています。なので、発売直後に起きた、高値で買ってしまった方こそ今は売るべきタイミングではないと思いますし、販売価格で安く買った方についても今売るのは少しもったいないのかなと思います。それでは安いものを買いますとしまして、モダンコインはいくらで買えたら買いかということですが、株式とか FX でいう、サポートラインですね、どれぐらい下がったら買いますとか、そういったところのサポートラインについては、まず販売価格まで下がったら買いかなと思います。で、次に、絶対買った方がいいのが地金価格を下回った時です。これはもう銀そのもので売ってもそれ以上高く売れますので、これは絶対買った方がいいと。で、その値段を計算しますと、今回は2022年の7月26日の金銀の相場、あとは1ドル135円、1ポンド165円で調べておりますが、金相場は、今日々変わってますが、
7月26日時点では1オンス23万5366円。銀相場はかなり安くなってるんですけど、1オンス2538円ということで、1オンスとか4分の1オンスとかいろいろあるので、金地金価格とモダンコイン価格ですね、それぞれ、重さごとに一覧にするとこんな感じになります。ということで、金貨であれば、円換算で1オンスであればですね、23万5366円以下であれば絶対買った方がいい価格になりまして、43万3125円、これ販売価格ですけど、それ以下であれば割安だということになります。で、5オンスぐらいになりますと117万6830円以下であれば絶対買った方がよくて、どんなコインでもですね。で、198万2000円より安ければ、割安で買えたということになります。で、次に銀の場合はどうかというと、こんな感じになります。銀貨の場合は地金価格が安いので、なかなか厳しいんですが、1オンス2538円以下というのは、まずないんですけど、1万5675円以下だったら絶対買った方がいいということになりますが、鑑定費用がですね、大体1万円ぐらいかかりますので、それを考えると2万5000円ぐらいが買いの値段じゃないかなと思います。で、5オンスであれば8万6000円ぐらいが販売価格になると思いますので、それ以下であれば買いということになるかと思います。なので、この一覧表は一応概要欄に貼っておきますので、参考にしていただければと思います。ということで、私は個人的に、今のボーナスタイムかなと思ってるんですけど、このボーナスタイムのうちにクイーンズビーストシリーズをコンプリートしたいなと思いながら日々オークションを眺めておりますが、ただやはり人気のドラゴンとかですね、ユニコーンみたいなものはなかなか出てきませんし、それでもやっぱり、なかなか難しい、ボーナスタイム今でも難しいなと痛感しているところです。で、私の個人的な趣味では、次のロイヤルミントのミュージックレジェンズシリーズも誰が出るのか楽しみですし、少し前にロイヤルミントから出たイギリスの都市景観シリーズというのも出たんですけど、なかなかのクオリティでですね、次のコインの発売も楽しみにしているという次第です。ということで、モダンコインのファンの皆様はですね、もし高値で買ってしまったものがあるのであれば、こんな世の中の情勢が不安な昨今においては、円安ですぐに目減りしてしまう銀行預金よりはマシだというぐらいに思って、しっかり保持しておけばいいと思いますし、最高鑑定のコインが安く買えるのであれば、いろいろと物色するのは、またとないチャンスかなと思えばいいのではないかと思います。で、最後に投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェットの言葉を紹介したいと思います。ゆっくりお金持ちになろうとする人はとても少ない、だからお金持ちになる人は少ないということで、やはりこれもコインにも当てはまるんじゃないかなと思います。焦って、すぐ買って短期売買をしてはやっぱりお金持ちにはなれないので、ゆっくりお金持ちになるんだということで、しっかり保持して売る機会を待つと。損切りしなくても特に期限があるわけではないですし、持てば持つほど価値が上がるものなので、ゆっくり待つというのがコイン投資では大事なんじゃないかなと思います。ということで、今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、本当にいつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。Meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be.
違う。